亀井望みは毎日放送所属のアナウンサー。MBS を含む JNN、JRN 亀井局の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞で後輩アナウンサーの近藤を通るとともに2019年度のグランダプレミアを受賞した。愛知県名古屋市の出身で愛知県立畜佐高等学校から名古屋大学へ進学。高校の先輩には 俳優の立ち広タレントフリーアナウンサーの上野由衣、高校の後輩には、部下の河内洋平、竹内かなえ、宮部和弘、柳田淳二、大学の後輩には、若狭圭一と、夏目みなみといった現役のアナウンサーがいる。小学生時代から、小沢昭一的心や、テレフォン人生相談、ビート、竹子のオールナイト日本など、地元の CBC ラジオで放送されていた。 在京ラジオ局制作の全国ネット番組を愛聴。その一方で、中学3年時に、ネフローゼ症候群の発症によって、長期の療養を余儀なくされたことから、病院への入院中に、ラジオ番組へ親しむ機会が増えた。ネフローゼの発症当初は、主治医から中学校の留年を勧められていたが、入院過料を繰り返した末に完治したため、同級生と揃って卒業。 地区佐高校への進学後は放送部で活動していた。さらに名古屋大学への在学中に地元名古屋のラジオ局でアシスタントディレクターのアルバイトを経験。その縁で伊藤春夫と知り合ったことから伊藤が当時ロードレースの実況を任されていた鈴鹿サーキットで伊藤に同行しながらアルバイトで実況を担当したこともある。以上の経緯と経験から ラジオパーソナリティを志望していたため、当時一社で、ラジオ放送事業とテレビ放送事業を経営していた、CBC、TBS、朝日放送のアナウンサー試験を受けていた。大学卒業後の1991年に、アナウンサーとして、毎日放送へ入社。同局の本社屋が、現在の大阪市北区茶屋町へ移転してから、新卒扱いで最初に採用された局員の一人で、 同期入社の局員には、アナウンサーの田丸和夫、テレビプロデューサーの田淵慎一や厚見正太などがいる。新人研修では、後の上司でもある、鷲見淳一から、直々に指導を受けた。妻は1993年に毎日放送へ、入社した同僚アナウンサーの古川恵子で、1997年に結婚。同局制作のテレビラジオ番組や、 MBS ラジオで放送されるスポット CM に夫婦で共演することや結婚式の際に清掃で撮影されたツーショット写真をテレビ番組で公開することも多い。家庭では2児の父で古川の年齢と局内における現在の役職は亀井より上である。1年後輩の上泉雄一がアナウンス職と並行しながら2017年の人事異動で アナウンサー室内の企画担当部長に就任してからはタブとの兼職ながら企画部員として神々に仕えている。毎日放送への入社後は入社前から志望していたラジオパーソナリティをはじめラジオ番組を中心にニュースキャスターやスポーツ、情報、トーク番組のパートナーを務める機会が多い。特に MBS ラジオのコンチハコンちゃんお昼ですよ。では、 15時台に放送される取れたて駅売り有刊誌コーナーで長年有刊誌ナビゲーターを担当同コーナーが終了してからも別のコーナーの進行やパーソナリティ代理などを任されているさらに同局で長年放送されているハイヒールの冠番組にはアナウンサー歴27年にあたる2020年4月の時点で ハイヒールのパートナーを21年にわたって務めている。ガンダムシリーズの根強いファンで、グラビアアイドル、日本の城、サブカルチャーに関する造形も深く、喫水の中日ドラゴンズファンである。趣味はオートバイでのツーリングで、出演番組などを通じて、ツーリングでの体験を明かすこともある。2016年4月からは、 MBS ラジオで土曜日の早朝に放送される生ワイド番組、噛めば噛むほど、亀井望みです。でパーソナリティを担当中。テレビラジオを通じて、自身初の冠番組ながら、2018年の平成30年日本民間放送連盟賞では、ラジオ製ワイド番組部門の近畿地区審査で、最優秀賞、中央審査で優秀賞を受賞した。また、 同番組でも使用する毎日放送本社、M 館ラジオベータスタジオの改修工事に伴う、ラジオ放送用マイクの新調に際しては、毎日放送の現役アナウンサーを代表して、アナウンス部長の関岡香里と共に、マイクの選定テストへ携わった。2020年には、1月19日に MBS テレビで、放送された、ことのはずかんないの企画、前押しプレゼンバトル2020で、 近藤を通るを相手にビブリオバトルを展開した。この内容が高く評価された末に、2019年度のアノンシスト賞では、テレビフリートーク部門の最優秀賞を受賞。さらに、2016年度以降該当者がいなかった、グランダプレミオに選ばれた。ちなみに、毎日放送のアナウンサーによるグランダプレミオの受賞は、上泉が2007年度に、 個人で表彰されて、以来12年ぶりである。新日本放送時代の1959年3月1日から、テレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた、毎日放送は、2021年4月1日付で、ラジオ放送事業を、株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は、移管を機に、テレビ単営局へ移行したが、亀井は、 アナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。なお、放送法第6条第1項の規定に沿って株式会社 MBS ラジオに放送番組審議会が設けられたため、2021年4月以降の噛めば噛むほど亀井望みです。では、 毎月最終土曜日に MBS ラジオ番組審議会からの報告を放送しているが、亀井自身は報告を担当していない。ありがとうございます。